タルとチュルがあなたにハッピーとラッキーをお届けするタチツテトラジオ。今月のテーマはネットショッピング。中が毎月異なるテーマでおしゃべりするトーク番組です。月の最後の日曜日には皆様からいただいたメッセージを読み上げます。たくさんのメッセージお待ちしています。ぜひ一緒に面白い番組を作っていきましょう。パーソナリティを務めるのはタルとチュルです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速チュルさん、今日のハッピーをお願いします。はい、今日はお昼にでかいカレーを220円で食べれてとてもハッピーです。おおなんかね、安い。あのね、出勤になって、なんで今さら出勤なのかも俺はちょっとわからないんだけどもね。まあ確かにわからないけどで通勤で嫌さけど、それでいいことがあったのはね、社員食堂がついてて。ああなるほど。それはとっても、もう自分で作らなくていいし安いし超ラッキーだなって今思ってる。え、社員食堂で220円の特大カレーを食べたってこと？そう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 。はあ、いいね。毎日食べれるよもう毎日食べれる、毎日ハッピーだよ。 なんかね、チュルが言うとね、これ本当に聞こえるのよあの本当に食べよるのよあなたは毎日特大のカレーを毎日食べることがありそうなのよもうだから決まったよね。お昼はカレー特大で、夜はパスタあらそれ始まった始まったいやーすごいすごいではあたるちゃん、今日のラッキーお願いします。はい、あー今の聞いてちょっと迷うんですけど、僕のラッキーは綺麗な夕日を見れたことにラッキーです。うわいいなーなんだそれ。最近めちゃくちゃ綺麗なのよ夕日が。夕日というかもう空全体がめっちゃ綺麗で、沖縄の人多分分かると思うんですけど、本当にね癒される。いいな。なんだろう、夕日が綺麗だから空が綺麗に見えてるかもしれんけど、なんか、空ってこんな綺麗だったんだとか、雲ってこんな真っ白だったんだっていうのに最近はね、なんか、ね、心綺麗になってんね。なんでそれ。心が浄化されてるんですよ本当に。マジでね綺麗なのでね、多分みんな沖縄の人ストーリー上げてるんじゃない、夕日綺麗ですみたいな。秋の空だからかな。そうなのかな。分からんけど、最近はとにかくね綺麗なので、まあ、その夕日を見れるってことに非常にラッキーですね。いいっすね。はい、ありがとうございます。ということで、皆さんからのメッセージはタチツテトラジオの公式 LINE から送ることができます。 LINE アプリ内の友達検索でアットマーク 957KDRBM、 アルファベットはすべて小文字でアットマーク 957KDRBM と検索していただくと、このラジオの公式 LINE が出てくるので、そちらを友達追加していただいてメッセージを送ってください。今月のテーマはネットショッピングです。まだまだメッセージ募集中ですので、どしどしお待ちしています。また番組に対するコメントや応援メッセージなどはメールで受け付けています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp です。よろしくお願いします。流れている曲は僕たちの曲、タチラジ×ザ・ビッグロープで歩いていこう遠くまで、ロマンスクラスターです。YouTube でミュージックビデオも上がっているので、ぜひ皆さんチェックしてください。タチツテトラジオ FM 小座からタルとチュルでお送りしています。さて今月はネットショッピングということでお話ししていこうと思います。はいはい、まあ前回前々回に引き続き、前回に続きか、なんですけども、そうだね前回だね。今日はね、ネットショッピングといってもまあ大まかなので、アマゾンと楽天、この2つに絞ってお話ができればなっていうふうに思っています。いいね、いいよいいよ。
アマゾンと楽天は使いますか？結構。結構使うね。やっぱり使うね。どういったもの買う？先週も話したけど、一応デスク周りを揃えたのは全部ネットだったから、キーボード、パソコンのキーボードと、あとデスクスタンド、はいはいはい、あとマウス、あと椅子までネットで買った。今ではもう椅子もネットで買えるもんね。なんかネットで椅子の王国みたいなサイトなかったっけ？サイトっていうか会社なのかな。あ、待って、俺そこからかったかもしれない。だよね、なんか椅子って調べたら結構そこが結構出てくるんだよね。安いし、なんか性質も製品もめちゃくちゃいいし、そこで保証ついてた。ありがたいね。そう、そこからかった。それか、保証つけるっていうのが差別化なのか。確かに。いや、アマゾンはなんとなくですよ、なんとなくなんですけど、日用品を定期的に買ってる人が多いっていうイメージ。定期便ね。前もさちょっと話したけど、そういう人がやっぱ周り多いから、だし、まあ送料が無料っていうところと値段も安くなるっていうことで頻繁に使ってるのかなってイメージなんだけど、チュルはやってたりするの？定期で買ってるものはないな。ないか。うん、なんかそれこそ沖縄からさ県外に移動してアマゾンプライムのなんか恩恵めちゃくちゃ受けてるじゃん、この。そうだね。もう早いって意味ではとっても。そうそうそう。なんかそれで変わったりしない？めっちゃ買い物したりするとか。超ある。もうだからなんだろう、明日必要なものでもネットで探すもん一旦。なるほどな。とってもそれはある。沖縄では考えがたいね、買い方だよね、それね。でその買いに行ったらさ電車代もかかるさ。でわざわざそれのために電車代出したってことは、もうそのものにプラスして考えないといけないさ、この買うために出たって、どんどん高くなっていくよね。なるほどね。まあそれなんだろう、移動時間もなんなら自分の時給換算したらね、お金発生してますもんね。やっぱネットショッピングって最強なんだっていう話。そうだよね。タルちゃんはちなみにどっちを多く使う？多く使うのはアマゾン。やっぱりアマゾンなんだ。なんか先週、なんだっけ、楽天もちらほらいる、ちらほらじゃないな、結構いるって言ってて。はい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 、あの周りで使ってる人がいる。そういうことか。そうそうそう、周りでね、特にねイメージなんだけど女の子が多いイメージはある。楽天マジか。あのポイント、楽天ポイントって結構聞くじゃん。聞くね、でかいね。わかる。そう、楽天で買い物する一番の、まあ、特典というかメリットがやっぱそのポイントなんだよね。だからポイ活が好きな女の子とかがよくやってるっていうイメージはある。はい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 。で、まあ、一応俺も最近からこのネット業界に携わってアマゾン楽天見るようになったから、一応、アマゾンだけじゃなくて楽天も見てみようってことで買い物は楽天やったり意識してはいるんですけど、やっぱね送料が高いんよ。ああ、そこだよね。沖縄は、ね、沖縄は特にあるんよな。なんかちょっと感じる。それは米印で、沖縄は1000円プラスですみたいな。そうそう、沖縄あと離島は、送料無料の対象外ですみたいなものか、注文が確定した後に、メールが来て送料いくらになりますっていうパターンのやつもある。わかる。それ一番嫌だよね。めっちゃ嫌。言っとけよって思うよね。本当に嫌マジでさ。なんか楽天カード作った時にポイントついてくるやん、7000ポイントぐらい、ついてくるね。それで初めてテントを買ったわけ、キャンプにドハマりしてる時に。おー、はいはいはい、おっしゃー、タダで手に入れたーみたいな感じでやって、後日メールが届いて送料かかりますみたいな。そうしたら送料が4000円だったんですよ。やばくない？やばくないっすか？マジで。それは良くないね。まあでもなんか支払わざるを得ないね状況になってしまったから払ったけど。た
いなと思ってなんかあるよね。だからチュルあんまり楽天で買い物しない？あ、いやでも楽天もする。なんかね品揃えが違くて、おうおう、なんだったかな、何か買うときにアマゾンより楽天の方が良かってそれで買ったんだよな、うん、へー、なんだろう、なんだったかな、なんか お忘れたなんかあれじゃない、音楽系それか食べ物、音楽かな、あれでもアマゾンにもあるんだよな、あるんだ、うん、え、なんだったかな、ふるさと納税とか、あ、そういうのも楽天やってるの？やってるよ、楽天はふるさと納税で、しかもポイントが返ってくるってことで楽天ふるさと納税とても人気ですよ。へえ、そうなんだ、そうそうそう、チュルもぜひ、おお、いや、調べてみよう、うんうん、そっか、あ、でもそこも違うところだね、アマゾンと。例えば？ん？そのふるさと納税？アマゾンもやってんの？あー、あ、やってない、やってない、やってない。うん、そこで楽天ユーザーは使ったりするのかな？そうかもね、うん。そうなんですよね。だからね、楽天、まあ使い分けではあるんですけどね。結局は。そうだね、どっちも使うよね。アマゾンはこれの方がいいとか楽天はこれの方がいいとか、なんかそれぞれ一応メリットデメリットあるから、ここまでお互い規模がでかいんだろうね。ああ、そうだね、確かにね。うん、グタグタだとあれだからっていうのはあるんだけどね。はい、一旦ではここで CM です。 76.1 Sana Lactón. La 76.1 de la FM. Eso más. Sí, Dios. Y FM Cosa. Up, up, up. Up Avenue. Minna de iko yo okai mono. Shiroi yane to aoi sora.楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。あの街この街エンタメ講座、講座、いつでもそばには FM 講座、講座、76.1 メガヘルツ講座。立ちつてとラジオ FM 小坂からタルトチュルでお送りしています。さて今日のトークテーマ、ネットショッピングでお届けしています。はい、はい、ということで、本日の、まあ、ネットショッピングというテーマの中からさらに小さいテーマを設けてですね、うん、Amazon と楽天どちらを使うかということで今話をしていたんですけど、はいはい、チュルは Amazon、うんうん、で僕はアマゾンという一緒だよね一緒だよね、びっくりした、わーかもーでだいぶ違うからねそうだよね、一緒だったよねと思ってなんか、ね、不動の人気というかね、なんかお互い同じところ使ってたら分からんさ、あの楽天の良さとかがさうんうんうん、うん、そこをね話し合えたらよかったんですけどね。確かにな、でもさ楽天カード持ってる人超多いけどさ、アマゾンのカードってそんなに持ってないんじゃない、うん、持ってんのかな。確かに、いやあんま聞かない。なんかプライムデーとかがあるさアマゾン、うんうんうん、そういうのにガチで参加する友達がいるんだけど、その人は一応持ってる、うん、アマゾン。あはいはいはい、なんかアマゾンでアマゾンカードを使ってギフト券をチャージしたら、うんうんうん、何パーセントポイントバックっていうなんかあったよね。そうそう、そういうのがあるんだよ。でそれで会計、このカードを使ったら、うん、な何い他のカードより還元率が高いとか。なるほど、はい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 。でもそれは楽天も一緒だよね、楽天も還元でかいよね、なんなら楽天の方がでかいかな。
楽天の方が還元でかいからこれだけ楽天カードが浸透してるんじゃない？あーかもね。でもさ、面白くない？還元でかいのにみんなかわからんけど楽天で買い物しないでアマゾンで買い物するんだよ確かにな。でもユーザーとしては楽天の方が多いんだよ実は。だからそれちょろっとこの前言ってたけど、なんでそれマジ？そうそうそう、楽天の方が、まあ、ユーザーというか会員数とかが多いアマゾンに比べて、やっぱり楽天いろんなサービス出してるさ、なんか電気にしろガスにしろ生活系の周りもの全てとか、はい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 、それを楽天経済圏って呼ぶことは俗に言う。そうですね、はいはいはい、そういうことをまあしてる人多いから多分会員数が自然と伸びていくんでしょうね。そういうことか。あ、じゃあもう楽天はネットショッピングからちょっと出てるんだね。出てる。あ、確かに、なんかね、楽天これ出店する側からしか分からないと思うんですけど、楽天は例えばモールってあるじゃないですか、あのデパートとかモール、うんうん、モールに出店してるテナントさんみたいな感じなんですよ。モールに出店できるプラットフォームみたいなイメージ、はい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 、はい、でそれに対してアマゾンはお店の中に商品を出すっていうイメージ。わー、分かりやすい。あ、分かりやすい。うん、あれ、分かった。さすがです。さすがです。さすがです。なんか理解ちょっと難しいなと思う中で思ってたんですけど言いながら、あれ、俺なんて言ってんのって。そうそうそう、さすがやわー、チュルヨット思いながらえ、超わかりやすいんじゃん。 だってそうだよね。そうだから、確かに、うんうん、楽天の方が店舗色は出せる。そうか、そういうことか。だからアマゾンで買った場合ってどのお店から買ったって あんまりわかりづらいんじゃない。確かにあんまり分からん。なんならなんかまとめて発送みたいなのもしてくれるからもっと分からない。そう、それに対して楽天とかは結構店舗色強めでやったりするから。確かに会計も別々だね。そうなんです、まとめてカートに入れきれないね。別々だ、本当だ。だからわりかし店舗色強めに出せるとか、オリジナル性が強く出せるのは楽天。あ、面白い。だから根強いファンとかも寄り付けられるのは楽天なんですよ、言っちゃえば。あ、楽天ショップだったらそのショップの何売ってるかなが見れるんだ。そう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 、他にも。そういうこと。めちゃくちゃ自由が利くというか、オリジナルで店舗を作れるから、なんか自分なんかの色をお客さんに分かってもらいやすいのは楽天。本当だ。で、確かにアマゾンって商品一つ一つでしか見ないね。どっから買ったってあんまり見ないんじゃない？見ない、本当だ。そういうのあるからね。だからそれぞれ一応出店側にもなんか強みとか あるんだよね、いろいろと。ユーザーもだけど、面白いよねそういうのね。おお、面白い。え、なんか意識してなかったけど言われてみれば確かにって今思った。ちょっと自分の中でも出店しよっかなって思ってるでしょ。でもさ出店するならさ楽天の方がなんか面白そうじゃない？色出せるっていう意味で。うん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 、本当にそう。あ、チュルとかめっちゃ好きそうだなって思うもん。あ、でもなんか1個当たるとかなんかそんなさ、商品とかだったらアマゾンみたいな感じで商品1つしかないし、1個、何、1個なんか当たるというか1個特化してるもの、なんだろう、それしかないけどそれだったらアマゾンがいいなって思った。はいはいはい、いやもうおっしゃる通り、もう本当におっしゃる通り。もさすが分析官だわ。なんかそんな本当にそんな感じでアマゾンで突出してこう売れるものは本当に売れる。ただ売れないものは売れないのに対して楽天だと店舗の買い回りが多いから、うんうんうん、いろんな商品見てもらえる機会がやっぱ多いんだよね。ほう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 。だから、そう、うん、イオンモールとかに出店してお店の中ぐるぐるっと回ってもらえる感じ、イメージだと。はい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 、そういう感じなんですよ。だから楽天は結構あのお店出す側からしたら面白いかもしれない。あ、タラちゃんたちの会社がそこで出してるから結構中が分かるって感じなの？タラちゃんは。そうそうそう、そこを担当してるから分かるって感じ。あ、担当さんなんだ。担当さんですね、僕。はい、楽しそう楽しいよ、自分なんかで自分職を出せるっていうのはやっぱりね。いや、これチュル好きそうなんですよ、めっちゃ。面白そう。しかももう売る商品があるっていいね。
そうだよね、そう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 。しかもやっぱ破壊力のある商品だから、うんうんうん、これをあとはどう売るかとかどう認知させるかっていうのはまあ学びながらですけどね。うわー面白い面白いよ本当に、モール面白いよ。だからね、チュルはどっちかっていうとなんか徹底的に他社さんを真似てパクるとかじゃなくて、オリジナル色出したいじゃん、自分を出したいっていうなんかあるじゃん、出したい、うん、だからそれがうまく出せると思う、楽天とかだったら。へえ、面白い。チュルへの宣伝本当に。ただ楽天アマゾンそれぞれなんか売れる商品売れない商品とかが違うから、うんうんうん、もしこれアマゾンで売れそうだなと思った商品とかがあればアマゾンで売って、あとは楽天で売るみたいなこともできるからね、うんうん、面白いっすよ。なんかさ、アマゾンには個人のイメージはあるけど、楽天もショップって個人で出せるの？出せる出せる、全然出せる。へえ、アマゾン逆に個人というイメージだったんだ。うんうん、なんか中古売ってますみたいなのもサブで出てくるさ、その商品をしたら。なるほどね。あれはあ、まあ中古、まあ中古っちゃ中古か。なるほどね、はいはいはい、まあ、転売かな、そしたら。うんうん、だからなんか個人で出せるのかなってイメージだった。なるほど、はいはいはい、いや面白いね。へえ、なんかそれこそ商品があったらね。あ、そうだよ、このラジオの最終的には何売るかっていう、しかもどこのプラットフォームで売るかっていうのも、じゃあある程度今回で決まったんじゃない？楽天に出すはずな、じゃあ。うん、でまあ何を売るかとか、ね、どんな色を出していくかとかっていうのを、まあ最終章までに決めれたらいいかもしれないですね。じゃあまた来週以降ではい、よろしくお願いします。皆さんからのメッセージは LINE から募集しています。LINE アプリ内の友達検索で @957kbrbm、 アルファベットはすべて小文字で @957kbrbm と検索していただくと、このラジオの公式 LINE が出てくるので、そちらを友達と追加していただいてメッセージを送ってください。皆さんからいただいたメッセージは月の最後の日曜日に読み上げさせていただきます。短くても長くてもどんなメッセージでも構いません、どしどし送ってください。よろしくお願いします。FM 小沢からお届けしています立ちつてとラジオ、そろそろお別れの時間がやってきました。立ちラジ×ザ・ビッグロープで歩いていこう遠くまで、ロマンスクラスターとともにお別れです。はい、ということで、今回はアマゾンと楽天ということをテーマにお話ししてきましたが、はい、どうでしたか？結構固まりましたか？そうだね、なんかアマゾン結構使ってるけど、意外と楽天の方が、うん、ショップの色を出せるということで、うんうん、楽天いいね。あ、出店する側からしたらね。うん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 。だからただこの前チュルが言ってたんだけど、サンキュッパにしたら送料無料になりますよっていう楽天がやってたじゃないですか。あったね、はいはいはい。そう、まあそれで何、出店する店舗さんが退店していったとかっていう話も言ってたじゃないですか。うん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 、そういうところでも楽天って案外店舗さんに優しいのかなって思うところも多々あったりするので、まあ、そこはねいろいろと加味しながらですけど、アマゾンと楽天どっちがいいのか最終章までに決めていけたらいいんじゃないですか。ほう、決めていきましょう。いいねこれは。じゃあもう今回プラットフォーム決まった、ある程度決まったということで、うんうんうん、来週じゃあどういうものを実際にネットショッピングで売っていくか、そうだね、うん、かな、具体的すぎるから、もうちょっと何か、いやいいんじゃない、なんか、うんうん、なんだろうな、悩みを解決する商品を作るのか、もうこれは売れるだろうって言って自分がただ単に欲しいものを売るのか、なんかその辺でも面白いトークできそうですよね。そうだね。あ、なんかさ、雑穀米だった、この前買ったって言ってたの。はいはいはい、なんかそんな感じで、こんなのも売ってんのっていう商品紹介できたら面白いね。いいね、ニッチな商品ね。うんうん、とかシステム、いいこのなんだろう、定期便とかもだし、そういう買い方あるんだとか、はいはい、なんかそんなのを紹介できたらいいかな、来週は商品編ということで。なるほど、いい視点といい締めをありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということで番組に対するコメントや応援メッセージなどはメールで受け付けています。メールアドレスは 761@fmkosa.jp 761@fmkosa.jp です。よろしくお願いいたします。ということで今週もお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回の放送で。お相手はチュルとタルでした。バイバーイ。日々の忙しさで抱いて